新潟県立糸魚川プレイ高校の池上光です。勝田桃香です。笠原達也です。伊藤美優です。これから宇宙桜プロジェクトパート2の発表を始めます。発表の内容はご覧の通りです。描かれているキャラクターは、糸魚川ジオパークのマスコットキャラクターで、左がジオマル、右がヌーナです。新潟県立糸魚川福嶺高校は、新潟県で最も西にある総合学科の高校です。1961年に糸魚川高校より分立独立して糸魚川商工高校となりました。当時は商業科3学級、工業科学科1学級の高校でした。1998年に糸魚川福嶺高校と校名が変更となり、総合学科5学級の高校になりました。2年次からは将来の進路希望や興味関心に合わせて4つの系列から1つの系列を学習を深めていきます。1つを選択し学習を深めていきます。私たちの学校がある糸魚川は新潟県の最西端に位置する市であり、翡翠が有名です。また日本海に接しており、海産物が美味しいです。能で食べられるカニも美味しいです。日本列島は約2000年万年前はアジア大陸と地続きでした。時間が経つにつれ大陸から離れ、約1700万年前には日本列島が誕生しました。約1600万年前に日本列島は糸魚川付近を境に裂けて海峡になりました。古い地層でできた U 字溝のような溝の大部分は海底に溜まった新しい地層によって埋め立てられ、今の日本列島の形になりました。これらが隆起した後、焼け山や富士山を含む南北方向の火山列ができました。このように新潟県のある日本列島の真ん中には、大地を作る地層を知ると見えてくる大きな溝があります。ドイツ人の地学科学者ナーマン博士がこの大きな溝を発見し、フォッサマグナと名付けました。フォッサマグナとはラテン語で大きな溝を意味します。糸魚川市には東と西の地層が両方見ることができるフォッサマグナパークがあります。この写真は糸魚川から静岡まで続く断層、糸魚川静岡構造線の断層路等です。このフォッサマグナパークには NHK の裏タモリでタモリさんも訪れました。このように糸魚川はフォッサマグナパークに代表、このように糸魚川はフォッサマグナパークに代表されるような日本列島の形成を示す貴重な地質、素晴らしい景観を見ることができる世界的に価値のある地域です。2008年、糸魚川ジオパークに認定、2009年、日本最初の世界ジオパークに認定されました。ジオパークは世界的に優れた地質や文化の遺産を知り、守り、生かすユネスコの正式プログラムです。糸魚川と宇宙桜の関係についてお話をします。2008年から2009年にかけて宇宙飛行士の若田光一さんとともに山高人体桜の糸魚川のササユリが宇宙を旅しました。宇宙を旅したササユリの愛称を空ユリと言います。当時
それより単純にご尽力され、古代翡翠を研究し、糸魚川にゆかりがあった故小野賢博士との親交の深かった関係者らのご協力を得て、2016年12月に発生した糸魚川市駅北大佐からの復興の願いを込めて、2023年5月に宇宙桜が糸魚川に植えられました。宇宙桜が植えられている美山公園には空よりも植えられています。糸魚川は2016年12月に大きな火災が発生しました。きっかけは大型コンロの火の消し忘れによる一件の火災でした。この日は朝から冬場としては珍しいフェーン現象で、乾燥した南風で気温が上昇し、最高気温 18.4 度と12月にしてはとても暖かい日でした。火元は糸魚川市でも住宅や飲食店が密集している地域です。大型コンロの火の消し忘れによる一件の火災が、最大瞬間風速 28.2 メートルのフェーン現象による乾いた風が強く吹いたことで、火の粉が飛散し、木造建築物への飛び火によって同時多発的に拡大し、鎮火するまでに30時間、焼失範囲は4万平方メートル、火元から300メートル離れた日本海沿岸まで燃え広がり、火災としては初めて被災者生活再建支援法に適用されました。左側の写真は大火が鎮火した直後に撮影されたものです。2022年10月には災害に強い町づくりを目指しており、復興を遂げました。2016年12月に発生した糸魚川市駅北大火で生徒が被災したことがきっかけで、国連防災フォーラムを2006年、2017年から開催しています。始まった当初は、防災教育の先進校を生徒を糸魚川に招き、防災に関する学習の話をしてもらったり、大火からの復興の様子や、おっさまぐな、新潟や富山などに関することなどを、地域の方から話を一緒に聞いたりして交流をしてきました。新型コロナの感染拡大により、対面での交流から Zoom を通しての交流になり、防災・減災に関することを一緒に考えています。昨年度の博麗防災フォーラムは、大地震が起きた地域の人々の意識はどこに、そして私たちができることは何かをテーマに、県外校3校が参加してリモートオンライン方式で意見交換をしました。静岡大学の先生がファシリテーターとなり、宮城県多賀城高校、静岡県立駿河総合高校、兵庫県立舞子高校の3校と Zoom で防災減災について話し合うとともに交流を深めています。各教室に糸魚川ジオパーク協議会、ポッサムグラミュージアムの学芸員、糸魚川市高校魅力化コーディネーターの方々にファシリテーターとして入っていただきました。今年1月1日に能登半島地震が発生しました。私たちの住んでいる糸魚川市では最大震度5強という大きな揺れを観測しました。また糸魚川市も津波警報が発令され、市街地の住宅も液状化による損傷を受けたり、高校も校舎にひびが入るなどの被害を受けました。
1月1日に起きた能登半島地震はフォーラムの開催前に発生したもので、実際に地震を体験した私たちが県外校の皆さんへ次のようなことを伝えました。いつ地震が起きるかわからないので、いつ来てもいいようにしっかりと備えておくことが大切。避難時慌てずに冷静に、そしてみんな同じことを考えているのということを理解して行動することが大切。本震が来た後に余震が続く場合があるため、適切な判断、自分の安全を確保することが大切。地震が起きた時はすごく焦るので、普段から地震や災害について知識を深めておくことが大切。今年度の白霊防災フォーラムは来年の1月31日に開催予定です。今回は新潟焼け山の火山防災について考えていく予定です。今年は3人が亡くなった新潟焼け山の水蒸気噴火から50年目の節目を迎えます。新潟県や糸魚川市もいつ起こるかわからない新潟焼け山の噴火に対する防災・減災意識の啓発活動を行っています。焼け山は糸魚川市と妙高市にまたがる標高2400メートル、日本で一番若い活火山です。これは新潟焼け山の噴火活動の様子です。噴煙が空高くまで上がっています。これは焼け山が誕生してから今までの年表です。焼け山は150年から400年周期で火砕流を伴った大噴火が発生しています。また水蒸気噴火は20年から100年周期で発生しています。最近では2016年に小さな水蒸気噴火が起こっています。昨年度まで2年続けて実施した防災に関するアンケートで、糸魚川市内の方で新潟焼け山をはじめとする火山の災害についての関心が低いことが分かっています。私たちは事前学習で新潟焼け山について学び、このことを県外校へ伝え、防災・減災についてどう取り組んでいくか考えていきたいと思っています。最後に新潟焼け山のことを知ってもらうために、糸魚川ジオパーク協議会、市内の絵本作家の方と協力して作った紙芝居を読んで終わりにします。それではお聞きください。ルーナちゃんと学ぶ焼け山のお話。ここは糸魚川の上早川地区。家の外で遊んでいたルーナちゃんは遠くに見える山が気になって、昔大学に勤めていたおばあちゃんに尋ねました。あの山は何？山から煙が出てるように見えるけど。あれは焼け山じゃよ。もくもくと煙を吹いているのが見えるじゃろ。おばあちゃんは遠くを見ながら答えました。どうして煙が出てるの？ルーナちゃんの言葉におばあちゃんはこう答えます。焼け山は生きているんじゃよ。山も生きてるの？そうじゃ、今から3000年前に誕生した焼け山の下にはドロッドロの熱いマグマがあって、ドカンと出てくるんじゃ。これが噴火なんじゃよ。うわぁ、怖いね。噴火したらどうなるんだろう。これが噴火した時の焼け山じゃよ。焼け山の様子じゃよ。おばあちゃんは写真を取り出してルーナちゃんに見せました。すごい煙が出てるね。これが火山の噴火なんじゃ。すごく熱いから巻き込まれたら死んでしまう。この時の噴火では3人が噴火の石に当たって死んでしまったんじゃ。怖いね。
噴火したら逃げなきゃ。ルーナちゃんはかけっこには自信があります。ドカンと言ってから逃げたって間に合うもんか。噴火で起きる火砕流は車より速いんじゃ。わあ、車よりは足が遅いかも。どうしたらいいんだろう。噴火する前に逃げることが肝心なんじゃ。おばあちゃんはヌーナちゃんに語りかけます。どうすれば焼け山が噴火するか分かると思う？何だろう。どうすればいいんだろう。ヌーナちゃんは考えます。毎日焼け山を見る。それならヌーナにもできるじゃろ。いつも山を見てるよ。そんな簡単なことなの？いつも見ていれば煙の高さや量、色が変わっているかわかるじゃろ。焼け山にいつもと違うことがないか、それを毎日決めること、肝心なんじゃ。わかった。それならヌーナにもできそう。それに噴火の前には地震が増えたりすることが多いんじゃ。地震って地面がぐらぐら揺れること？ヌーナにはわからないような小さな地震なんじゃ。焼け山には小さな地震計を調べる地震計がたくさんあって、昼も夜も調べているんじゃ。それからハザードマップを見ておくんじゃ。おばあちゃんは地図が書かれている紙を広げてヌーナちゃんに見せました。これは何の地図なの？焼け山が噴火した時にどこまで被害が出るか書かれている地図なんじゃ。よく見てごらん、ヌーナ。自分の家はどこにあるかな？焼け山について分かったかい？おばあちゃんの問いにヌーナはこう答えました。よく分かったよ。焼け山は噴火するし危険な山なんだね。どうしてそう思うんじゃ。焼け山にもたくさんの恵みがあるんじゃよ。笹倉温泉に入ったことがあるかい？あるよ。お肌がツルツルになる温泉だね。笹倉温泉のお湯は焼け山のマグマの熱で温められているんじゃ。焼け山がなかったら温泉はなかったんじゃよ。そうなんだ。焼け山にもいいところがあるんだね。確かに焼け山は生きた火山じゃ。いつかは噴火するかもしれないし、でもいろんな人が焼け山を見守ってくれている。火山の恵みだってある。これからも焼け山の自然を守っていきたいの。うん、そうだね。ルーナちゃんはおばあちゃんから焼け山の話を聞いて、もっと自分が住んでいる場所が好きになったのでした。以上で新潟県立糸魚川白麗高等学校の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。